所詮はただのハリネズミか。7つ集めれば奇跡を起こすと言われる伝説のホテル、カオスエメラルド。そのうち6つが今や私のものに。そいつはどうか。シャドウ。最初からそれがお目当てだったというわけか。それと大統領の命令か。連邦政府大統領専属エージェント、ルージュ・ザ・バン。私のこと調べたの？プライバシーの侵害だわ。それはお互い様じゃないのか。なんかこっち働いてよくないし、お仕事も終わったんで、あとはいただくものいただいて帰ろうと思ってさ。とんだ食わせ者だ。あら、じゃあそういうあなたはどうなのかしら。究極の生命体開発計画、プロジェクトシャドウの経過報告書よ。もしここに映っているのが本物の究極生命体シャドウなら、今私の目の前にいるあなたは一体何者なのかしらね。自分が本当のシャドウだって信じてるの？当然だ。あんたのその記憶こそ偽物かもしれないのよ。たとえ僕の記憶がフェイクだとしても、僕にとってはそれが全て。彼女、マリア。